バーツラフ一世は、ボヘミア公。ブラチスラフ一世と、ヒドラミホーラの長男。プシェミスル朝の実質的な子祖ボジボイ一世の孫で四代目に、当たる。ボヘミアのキリスト教家を推進したが、反対派に暗殺された。チェコの守護聖人聖バーツラフとしても知られている。バーツラフ一世が生まれた頃のボヘミアは、キリスト教を受け入れ、 また地域と社会の国家化が進んでいく過程にあった。ボジボイ一世がキリスト教徒となり、イコップシェミスル朝は、プラハを中心として、キリスト教と王権を柱とする支配体制を構築していくが、まだキリスト教を受け入れず、また王権体制を拒絶する旧来からの有力者も多かった。周辺環境としては、西からはドイツ、東からは ハンガリーの勢力が伸長していた。バーツラフ一世は、ツボセせルドミラによって信仰厚いキリスト教徒として育てられるが、ルドミラは、バーツラフ一世への影響力や政治方針をめぐって、父ブラチスラフ一世の戦死後に殺傷となっていた母、ドラミホーラと対立し、ドラミホーラと彼女が、味方とした従来の政策に反感を持つ貴族たちによって、殺害された。 ドラミホーラも間もなく貴族の離反にあって、権力を失い、924年、ないし925年、成人したバーツラフ一世は実権を掌握した。バーツラフ一世は母を追放し、聖ビート大聖堂の始まりとなる聖堂を建造、宣教師をドイツから招くなど、キリスト教家を進める政策を取った。外交政策としては、東フランク王国の総主権を認め、 ボヘミアは西ヨーロッパ世界の一員となった。これによりプシェミスル朝は西からの軍事圧力を緩和し、キリスト教不教の援助を得て国内支配の強化を進めることができた。しかし、この政治方針を良しとしない勢力は依然として存在し、彼らはバーツラフ一世の弟、ボレスラフを立ててクーデターを計画した。935年、ボレスラフは 自分の領地に兄を招いて、そこで兄を殺害した。伝承によれば、バーツラフ一世は礼拝のため教会に入ったところを弟に切りかかられ、これを組み伏せたが、ボレスラフの家臣に取り囲まれ、教会の入り口のところで抵抗虚しく殺されたという。バーツラフ一世は自分の建てた聖エビート大聖堂に葬られるが、早くから聖者として人々の信仰を集めるようになった。 彼を称える詩や歌が古くから語り継がれており、その中でバーツラフ一世は真のキリスト者にして理想の騎士とされる。バーツラフ一世は国と民族を守った英雄としても語られるようになった。カレル一世の時、ボヘミアの王冠を新しく作って聖バーツラフの王冠とし、自らをバーツラフの後継者と人々に印象付けようとした。バーツラフ一世の伝説は、 中世から伝わる。それによれば、バーツラフ一世は、民族の危機の時には蘇って、眠っている彼の騎士たちを呼び起こして、彼らと共に外敵を打ち破って、民族を守るという。19世紀、民族主義が盛んになって、以降、バーツラフ一世の伝説を題材とした小説や詩が大量に作られた。近代に入ると、バーツラフ一世は、 より一層民族主義の英雄として取り上げられ、バーツラフ広場に像が建てられた。この広場は以後チェコ近代史に欠かせない存在となった。チェコ全土にバーツラフ一世や彼にまつわる像、絵画は数知れずある。また政治家の演説、文芸の題材にも盛んに登場しており、特に独立時や逆に併合時にはバーツラフ一世の名が連呼されたと言っていい。 現在チェコでは命日である9月28日は祝日となっている。ありがとうございます。